はい、向こうです。ゆうです。よろしくお願いします。はいはいはい。先日ね、1ヶ月ぐらい前かな、動画で、ゆうとが彼女できましたというね、サムネにしたんですけども、マジか、あれ。まあ。お前の彼女なんか可愛いって、なんか噂が。なんで知ってんの？小太郎とかから聞いたんだけど。まあ。なんか、でも恥ずかしがってるな。いや、まあ。でも中3だったら、まあ、彼女できても普通におかしくないから。まあ、そうね。ああ、まあ、ちょっと、お前今度、ちょっと動画に出そうよ。まあ。考えてゆうとはですね、もう間もなく高校1年生になるということで、ね、このボールを扱うことになります。すごい。ゆうとが軟式から高校野球に入るということね。ついに。今日 ね、初の公式球でピッチングしたいと思います。やったー。特待生来た？まだ来てないわ。お前嘘よ。いやお前ほどの男がなんで特待生まだ来てないの？高校野球からまだ関係者から来てないの？来てない。あ、お願いします。まあ、この動画見て、ね、ちょっと優斗を取りたいという高校がありましたので、そうだね、ぜひ僕の方まで連絡いただければと思いますので、はい、じゃあ優斗のピッチングやってみましょう。お願いします。いこう。したけど、どういう感じ？痛いわ、手が。いや、そこ。ちょっとお前さ、今人気すぎてギャラリーがいっぱいいるから、ちょっと集中できなかったと思うけど。まあ。どう、その軟式と公式の全然違い。なんか軟式は多少適当にリリースしても、うん、はい、引っかかってどっか行くけど、うん、公式はちゃんと最後まで指先使ってピュッてやんないと。そう全然外れてったりして。重いわ。リリースが重い。まだ軟式の方が投げやすいけど、なんかまあ球重い分。スピードと回転は出んじゃないかなっていうのは思いますね。はい。評論家みたいな。ひじ壊れない程度で変化球いきます。はいだ。軟式より公式の方が良くね？いや、まあ、慣れればいけんじゃないかなと。2月ぐらいが受験？うん。このまま特待が来なければ。特待が来なければ受験。お前でも信じろよ、お前。もう特待は来るでしょ。毎日もう朝起きたらこう正座してね。ああ、そう。こうやって。そう。常にもう家でも祈ってるよな。お父さんも言ってたけど、向こうさんの力でなんとか特待。でっち上げじゃねえよ。
おお。え？めっちゃブレーキ効いてる。しっかりあいつなんか軟式は全然いいっすよ。あれなんかもうなんかなよんとしてるから抜きやすいっぽいっすよ。桑田のカーブみたいな。はい、はい、そう最高、はい、今のやばい。そう、うん、今のスライダーもっと抜かなきゃいけない。多分打点高くから多分これ得点来るでしょ。いや投げて。お笑い担当で。お前なんだ。野球させる気ないだろ。特 D。D って何？特 S、特 A、特 B、特 C のお前特 D。一般受験と変わらんやん。確かに。結構力入れて投げます。かすげー。こういう感じやねん。はい、というわけでゆうとのピッチング終わりましたけども、人生初の公式ということで、あって感じ。いやー、演技すんだよ。まあでもなんかね、あんだけなんか肘が下がるから、ゆうともなんか公式やると肘痛めるみたいなずっと言われてたけど、まあ、とりあえず今のところ大丈夫でしょ。まあ大丈夫、まだ、うん、まあでもお前なんか軟式より全然いい感じするわ。どう？え、なんか、うん、公式の方が伸びる感じが、うん、確かに。なんか球質が全然違うわ。重いから、うん、ヒュンっていく。おい、そう、いい感じよ、本当に。あれ、その、そう、重さを生かしてヒュンと。 OK OK。 公式でお前スターになる。下克上。 OK OK。 ここ関係者の皆さん、僕は、まあ、変な投げ方って言われるんですけど、言葉を返す、言い換えれば変則ってことなんですよ。変則ピッチャーとして頑張っていきます。まあ、変化球もしっかりね覚えてピッチャーとして頑張ります。そしてまあなんといってもベンチ外でも応援団長でもマネージャーでも何でも選手たちをね鼓舞する力があります。ぜひ特待 D でお願いします。一般入手変わらんから。はい、というわけでゆうとでした。ありがとうございました。